はい、中に入ってきました。こちらが食堂ですね。朝ごはんを皆さん食べているところですけれども、ここの一番奥の壁のところ見てください、これまでのローザンヌの受賞者のサインとかがね、いろいろ所狭しと飾ってあります。近くに寄って見えるかな。なんかたくさんありますね。ちょっと近くにありましょう。これは皆さん覚えてらっしゃいますか、これは高田茜さんが踊ったやつですね。次の年のポスターかな、出場者の方たちがサインをしています。はい、こちらが茜さんが受賞した時の写真ですね。それからゆひさんがいますね。そして根本さん、皆さんね、受賞されてこうしてサインを残しています。